はいどうもカップ園長ですじゃ今度はね日テレのお話ですかねニコンテレビ日テレのある関連会社が倒産危機にあると判明したとで、救済のためにねまあ中止したある番組を急遽復活させるっていうこれがねなんかこの笑ってはいけないシリーズらしいんですけどもそれはなんか日テレといえばね、まあ、全然別の話ですこの,この加藤浩次さんのこのすっきり交番の話ってあれどうなったんですかねうん まあいいんですけどもちょっとね、えー、いくつか記事順番に見ていきましょうかね、えー。じゃあまあ、笑ってはいけないシリーズ、これ本当に復活なのかな。<laughs> えー、でまあ、なんかこ好意的にマスコミはね、えー、報じてるんですけども、今年の大晦日は大いに盛り上がるだろうと。えー、要はこの日テレがこの BPO、えー、の痛みを伴う笑い批判提言に配慮する形で、まあ、 昨年末放送中止したこのダウンタウンさんのところ、ね、このガキの使いこの,この笑ってはいけないシリーズ、この中22年大みそか完全復活させるっていうそういうい運びらしいんですよね。で、えー、日テレサイドがあらゆる批判を想定し笑ってはいけない復活させる理由は明らかで、えー、昨年の大みそかに代替番組として特番「笑って年越したい笑う大みそか」がこけたと。 ネットでのまあまあ、一般のこの視聴者の反応もね、この微妙だったと。うん、でまあ、その日テレさんがね、この笑ってはいけないシリーズを放送をしなければならない事情があるっていうんですけども、それはこのグループ会社の、この倒産危機のグループ会社を救済するためなんだって。 で笑ってはいけないの追っかけ配信を関連会社の Hulu、えー、番組の DVD を b ッ p で販売することで10億円以上のなんか粗りが見込めていたんだとでこの利益が消えたために、えー、両社は、まあ、Hulu と b ッ p ですかね、えー、が経営的にかなり追い込まれたんだって、えー、今年復活すればお祭りとして大いに盛り上げることができますよと、えー、グループ及び上層部の悲願なんだってさ <laughs> そういう理由か でも結局はなんかその BPO 的なこの配慮をしつつ、だから内容をこの随分マイルドのした格好にしてやるんじゃないの違うのかなで、この日テレはこの BPO や一部有識者からの批判を覚悟の上で、えー、笑ってはいけないシリーズを復活させようとしていると。まあ、どうだろう。笑ってはいけないシリーズも結構マンネリ。僕なんかが偉そうに言うことじゃないかもしれないですけども。結構もうマンネリ化して、えー、随分経ってたと思うんですけども。 まあそれでもやってると見ちゃう感じの人もね、結構多いと思うんでね、うん、やんないよりはやってもいいような気はするんですが、でもやるんだったらなんかこの BPO とかね、一部なんちゃって有識者、んそんな奴らのザレ事なんかガン無視してね、うん、いつもの通りね、このタイキック連発してもらいたいですよね。どうせやるんなら、ね、ただでさえなんかこのマンネリを指摘されていたのに、 しかも内容もなんかこの BPO とかなんかそういうのに気遣いながら、うん。だったらやんない方がいいっすよね。うん。どうせやるんだったらもう思いっきり振り切って、ね、開き直ってやってもらいたいと思いますけども。で、まあ主力出演メンバーのこのダウンタウンのね、お二人と、えー、まあ法政さんと、まあココリコの二人と、まあもうそれぞれ打診中、オファーをね、えー、しているところらしいんですが、 すでに日テレ内ではもう一つの看板番組、えー、24時間テレビ。こっちはいらないかな。<laughs> これはもう別にいらないんじゃないですかね。が、まあ、終了していないのにこの話題で持ち切りだと、ね。せっかくチャリティーマラソンが復活し、えー、ランナーに EXIT の金近さんが抜擢されたが、多くの制作関係者は笑ってはいけないの方に興味を持っていかれていると。 で、どうやったら BPO を納得させられるのか、コンプライアンスを履き違えた視聴者にどう向き合うのか、と連日のように頭を抱えていると。コンプライアンスを履き違えた視聴者我々が何勘違いしてるっていうのんで、笑ってはいけないの政策にゴーサインを出した日ってね、早くも情報をキャッチしたのか NHK は紅白歌合戦の予算を例年より上積みするんだって。ははははは。 なるほどね。だからまあ今年の大晦日はね、なんか笑ってはいけないシリーズが復活するみたいですよ。うん。なんかそこまで楽しみにしてる人いるかなちょっとわかんないですけどもね。うん。まあそれよりもやっぱ加藤さんの方じゃないですかね。これど,えこれどうなってましたっけなんかニュースで見たんですけどもね。日テレのこのスッキリ番ねで、加藤さんの次がどうやらヒロミさんじゃねえかみたいな。なんかそんな話らしいんですけども。まあわかんないですね。どこまで本とかね。うん。 で、まあ、スッキリの MC の、ね、この加藤さんに、ね、強力なライバルなんだって、えー、で、えー、まあ、谷原さんのところ、まあ、目覚ましか、あに追いまくられて、存在価値が急降下してしまったって書いてあるんですけど、んで、えー、この危機的状況を受けて、日テレ上層部が、まあ、スッキリの大幅リニューアル、 今年の10月、あるいは来年の4月、だからまだ先の話なんだ。うんまあ、大幅リニューアルに着手するらしいですね、どうやらね。で、リニューアルとは言われてるらしいんですけど、どう実態としては打ち切りっぽいと。うんまあ、スタッフや出演者は全,全て一新することも、まあ、視野に入れてるっていうんですけども。で、えー、MC のこの加藤さんも、まあ、例外ではないと。えー、鋼鉄あるいはリストラ。 が囁かれててるんだってで、その加藤さんをなんか脅かす存在みたいな感じで書かれてるんですけども、ね、名前が上がってるのがまあなんかヒロさんなんだってさでもこれ同じ番組になんかこのコメンテーターで出てなかったでしたっけそれがなんか評判が良かったからっていうのかなえー大ブレイクの後一回テレビ界から姿を消しながらもう完全復活を遂げたと あの不屈の精神力と安定したトーク力、さらにバランス感覚は卓越していると。これ、ひろみさんの評価なんだ、えー。自分にどんな役割が求められているのか、視聴者が何を望んでいるのかが手に取るように分かるそうですと。そんなすごい人なの <laughs> あんまりなんかピンとこないんですけども。まあ、言われてみればなんかね、あのー、曲側、番組側からあ見たら、 使いいいやすすのかもしれないですよねねひろみさんって、ね、結構いろんなバラエティに出てる印象はありますけども。で、えー、現在ひろみさんのこのレギュラー、準レギュラーが、あーなんかあの指原さんとの恋のお世話始めました。これがテレ朝あと、うん、ヒューマングルメンタリー、思うまい店。知らないな。日テレ系らしいですけども。 ローカル番組なのかなこの東大王。これは TBS ですよね。ねワイドナショー。これが富士か。まあ7本ぐらいあるんだって。で、なんかこの思うまい店で高視聴率を連発して、他にも日テレの着物なのバラエティに多数出演して貢献していると。まあ、日テレの貢献度を買われたっていう、そういうことか。で、まあひろみさんが朝の帯番組を担当するのにふさわしい人物か、なんかね、今見極めてる最中なんだって。 でそんなひろみさんを苦々しくね、えー、思っているのが、まあ、おそらく加藤さんだろうみたいなことを言ってるんですけども、<laughs> 本当かなで、まあ、加藤さんもヒロさんのことをね、200%意識してるんだと、えー、なんかある事情通が勝手にそう言ってるだけですよ。ね、日テレスタッフはもちろん、えー、何も話していないが、間違いなく自分の後釜候補だと推測しているだろうと推測していると。 で当然、嫉妬心というか、ライバル心が芽生えてくるわけですと。ね、勝手にそういう風に煽ってるだけなんじゃないのかな。<laughs> で、まあ、加藤さんとひろみさんの関係がピリピリすることも織り込み済みで、みたいな。でもなんかね、別にこの加藤さんにしろ、ひろみさんにしろ、まあ、この二人だけじゃないですけど、昔なんかね、この若い頃ね、ね、そこま、なんか売れ始め、売れる前から売れ始める頃にかけてはね、なんかイケイケドンドンでさ、 結構なんか周りの、ね、なんかどう受け取られるかとかさあそういうの関係なく、ね、この毒づいたり、ね、ズバズバ言ってた人もある程度なんかこの番組 MC とかに起用されるぐらいになると、まあ、なんかちょっとマイルドって言ったらなんかあれですけどそれよりはもう牙抜かれたみたいなねだってほら加藤さんだってかつては狂犬みたいなこと言われてたわけでしょでも今全然じゃないですか、ね、いい悪いは別として。 なんか、一、で、ね、元々この芸人さん、ね、えー、芸人さんとして応援していた、ね、楽しみにしていた人からすれば、なんか、ちょっと物足らないんじゃないのかなとか、ちょっと思いますけどもね、うん。まあ、結局、このテレビ屋連中の仲間入りというか、ね、この曲とか番組のね、うん、まあ、飼いなさ買い慣らされた感じっていうのかなって言えば分かりますかね、うん。まあ、面白かったのに、でもなんか、面白みが、 にかけるみたいな、ね、そういう評価あになっちゃう人ってたくさんいますよね。うん、他にもね、うん。なんかね、うん、その気にせずこのとんがり続けるってやっぱ難しいんですかね。<laughs> ねうん まあいいんですけども。えー、ということでね、えー、なんかあれだって、日テレでね、また大晦日、うん、あの、滑,滑らないじゃないや。なんだっけ<笑>,笑ってはいけないが復活するらしいですよ。えー、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。